い、おはようございます。釣り子 TV です。フロッグルアー一つ買ってきてみました。こちらエバーグリーンから新しく出たですね、シャワーブローズソフトシェルっていうやつなんですけどもね、モードってことで清水森蔵プロがプロデュースするシリーズということで、価格がですね1350円で、カラーがシークレットギル、77ミリで19グラムあるよ、こういったやつなんですけども、シャワーブローズって名前ついてますからね、この外から見ても口周りが特徴的だなっていうのが見れるんですけども、早速開けていきたいと思いますね。パッケージかっこいいですね。こう釣り具屋さんにこう並んでいて、はっ、この一目でこの燃えるようなパッケージ、ね、これで気になって買ってきましたよ。よいしょ、なんか入ってるんですね。これ毛が入って、わ、毛がこう折りたたまれて入っていて、こんな感じですね。結構ずしっときますよ。どうしましょう。まず口の周りから見ていきますと、ね、シャワーブローズ口してますね。で、アイがあって、ね、で、腹周りはこんな感じですね。で、専用に作られたであろう重りで、結構ですね、もう水が無駄に入らないように、ここら辺の処理がエバーグリーン、ほんと、フロクルはずっとやってますからね、結構慣れたもんだって。こうなんていうんですかね、フロクルアって結構最初に穴埋めしたりとか、いろいろチューニングしてからじゃないと使えないよっていうのが、多かったんですけど、最近はあのブラックバス用に出てるやつは最初から吊るしでもうパッケージからこう開けたらすぐ投げれるような、こういった作りになってますね。で、ここに見えづらいんですけど、モードって刻印が彫られていて、背中はこんな感じで、ちょっと後ろに行くにつれてポッコリポッコリなっていて、でこの針を隠している、くぼみがあるので、で素材は結構なんでしょうか、固めというかですね、そんな柔らかい感じではないですね。ただですね、この重りが薄くいい感じで作られているので、結構針先がちゃんと出るんじゃないかな、結構薄くなるんで、フッキングの邪魔にならないような重りが仕込まれていて、で 19g ありますからね。これですね、ここに尻尾がついてるんですよね。ここの後ろをどうするかって本当永遠のテーマですよね。まあブレードがついていたりとか、あとはあのガバチョフロッグなんかはシリコンスカートがバーッと後ろについていたりとかありますけども、こういったですね尻尾がついてくる。でこれが水を吸うことによって、さらにちょっと重さがパワーアップして、さらに飛ぶようになるよみたいなのも書いてありましたね。どうでしょうか。でですね、どんだけシャワーブローズ口なのかってことで、最近買ったシャワーブローズっていうと、これね、あの全然あのタイミングがなくて投げれてないんですけども、シャワーブローズのビッグママ、これの口と比べようかなと思ってちょっとボックスから引っ張り出してきたんですけども、こんな感じで、こっちの方がちょっと大げさなというかですね、より効果をはっきり出すために、こっちはちょっとチュボっていう感じですけども、決してただあのコピーしたっていう感じじゃなくて、これ専用にでもシャワーブローズな感じっていうことで、型が作られてるみたいですね。こんな感じでございます。さすがにちょっとビッグママだから大きいですけどね。ただこれもなかなかボリューム感としてフロッグルアーの中では
フルサイズと言ってもいいんじゃないかなっていうぐらい大ぶりなフロッグだと思います。まあまあこの口でちょっとですね、まあ今日はあの実況動画ではないんですけども、これ開ける前にですね、エバーグリーンのホームページ見てきたら、あのどういう感じかなんていう動画が出てましたんでね、それ見たらかなり小気味よくピッ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 って、こう首を振りながら周りにこう水をピシャッ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 って効果的に、飛散させながらですね泳いでくるシーンなんていうの、あとバイトシーンなんかも盛りだくさんの動画あったんで、あのぜひエバーグリーンのホームページ行くとですね見ることできるんですけどね、いよいよ発売ということで、で夏も徐々にもう夏っていうよりもだいぶ湖秋になってきましたけどね、まだまだフロッグは効くはずなので、ただ今年なんか結構フロッグ実はあの投げてるんですけどね、なかなかあの釣り上げるっていうところまで至ってなくてですね、これせっかく変えたんで頑張って投げてるんですけどね、もうだいぶフックの傷なんかもついてきたんですけども、なかなか今年はですねいいこれぞフロッグっていう感じのタイミングに恵まれてなくて、まあまあそんなことはいいか、とりあえずちょっとこう比較していくと、若干こっちの方が長いですね、口元はまあまあこんな感じで全然違うんですけども、で針はですねこっちのガバチョフロッグなんかこのフッ素コーティングの針なんですけども、こちらの方はフッ素加工はしてないみたいですね、まあちょっと昔ながらの昔からある感じの針っていう感じでしょうか。まあそこら辺はまあでも最終的にこうフロッグばらして、今替えのフッ素加工のこういったダブルフックなんかもいっぱい出てますからね、お好みで、得意な手先器用な人は改造なんかもしていけるんじゃないかなと思います。でまあ裏にいろいろ説明書きとか書いてあるんでちょっと見ていきたいと思います。シャワーブローズのクイックターン、ハードラスピット&バブルによる圧倒的な就業力にフロッグのスナックレス性能&ソフトな水絡みを、融合した清水森蔵のニュータイプペイントということで、ポイントが1から6までありますね。まず1番、一般的なフロッグと比べて誰でも簡単に動かせるファットテールセミロングボディということですね。で2番、アクションの間中内側両側の水を動かしアピールし続ける形状のビルデザイン、ビルド、ここのことですかね。3番、アクションレスポンスを向上させる低重心ウェイト、フッキング時のボディの潰れを邪魔せずフッキングシロを確保しています、ということで、このことですね、フッキングシロ確保してあります。4番、フッキングシロを確保するワイドギャップヘビーカバー対応の太軸オリジナルダブルフックが搭載されております。5番、天然素材ならではの5番、天然素材ならではのナチュラルで自発的な誘いが可能なラビットゾンカーテールがついている、これですね、一目瞭然の結構長い尻尾がついております。6番、フッキング時にボディが潰れやすくなりフックポイントの飛び出しフッキングをサポートする水抜き穴が、そうだ、ここ千枚同士で自分で開けなくても最初からここに水抜き穴が、ね、ありますよですね。で水晶タックルがミディアムヘビー以上のベイトロッドで P40 から80ポンドで、雷魚が混戦するようなスーパーヘビーカバーフィールドの場合は雷魚用のヘビーロッドに P80 から100ポンドを使ってくださいというような感じで書いてありまして、これホームページの方でどんなルアーなんだろうって事前にちょっと調べたらですね、そこのところもっと細かくですね、雷魚も結構希少な魚で、むやみにですねこう細い糸とかで、これバスのなんかだと特に返し付きですからね、この状態で雷魚に刺さっちゃうともうそのまま、外せなくなって死んじゃうよっていうことで大切にしましょうっていうところで、まずはこの裏にはちょっとそれよりは短めに書いてあるんですけどね、雷魚がいるような、フィールドでは特にラインの太さとかですね、気をつけて、まあ、かけたら確実に取る、状態にしましょうっていうのが、書いてありますね。
関東で行くと自分が行くところで来月釣れたところだと、まあ結構霞ヶ浦水系なんかも釣れるときは、釣れちゃいますよね。あとは牛久沼、あそこもまあバスなかなか釣るの大変なところですけど、ね、バスと同じぐらいの割合でライギョが釣れたりする、そういうところの場合はこの返しなんか潰しちゃった方がより、釣りやすいんじゃないかなって、まああと外しやすいっていうのももちろんありますけど、それとあとまあなんか高滝ダムなんかにもライギョが最近結構いるんだよなんて噂も耳にしますし、まあ、自分の行く亀山ダムでは今のところ釣ったことはないんですけども、まあ、だからまあ自分の行く亀山ダムとかでのフロッグゲームの場合は、今ちょうど55ポンドぐらいの P ラインを入れたタックル1個組んであるんで、まあ、それで使ってみようかななんていうふうに考えております、まあ、ちょっと来魚フィールド行くときは小爪のタックルで、もうそれこそ100ポンドぐらいのすごい糸でやれば確実に、まあでっかい来魚かかったらそれはそれで楽しいですからね。最大90センチとか100センチになる魚がかかる可能性のあるルアーですので、だいたいバスが好きなところと来魚が好きなところ、まあ結構似てますからね、そういうところではできるだけ太めの糸で使いましょうということですね、じゃあまああと重さですね、重さも測っておこうと思います。はい、じゃあこちらですね、シャワーブローズの、ソフトシェル何グラムでしょうか。あ、ちょうど書いてある通りもう 18.9g なんで、19g ですね。結構ですね、うん、手に持った感じはもうズシッときますんでね、これは飛びそうだわって。で後ろに、重りもこうセットバックされたような感じでここにありますからね、ぜひですねちょっとまあ夏が終わって徐々にカバーからブラックバスがフラフラと外に出て行き出すと使いどころが少なくなってくる可能性はあるんですけども、まあ雨が降った時なんかどんどん放り込んでいこうかななんていうふうに考えておりますんでね、とりあえず今日はですねこちら買ってみたよということで、シャワーブローズのソフトシェル、清水森蔵プロのプロデュースのフロックですね、これを買ってきて、こういった動画でした。はい、コー TV でした。